君一等旭実東科大受章は日本の勲章の一つ。1888年1月4日に朝日章の最上位として追加制定された。日本における後位勲章の一つで2003年11月3日の英点制度改正まで旭実章の最上位勲章として運用されていた。ここでは旧制度における君一等旭実東科大受章について解説する。 新制度の勲章については、10日章を参照。1875年4月10日に、日本で最初の勲章として、極日章8等級が制定。それに遅れること約13年の1888年に、勲一等極日大受章のさらに上位として、勲一等極日等0大受章が追加制定された。一説によれば、 金氏勲章の制定を格索した山形有友に栄転の差をつけられることを嫌った伊藤博文が対抗して制定を促したとも言われる。実際当時の宮中赤字において金氏勲章の高級は同じ数字を持つ勲頭より上位に位置づけられており、これに従いこ一級金氏勲章は勲一等局実大受章よりも上位にあったが勲一等局実投下大受章だけは 例外的に高級より上位に位置づけられていた。制定経緯はともかく、君位等局実大受賞を上回る勲行がありながら最高勲章に属する大勲移期化大受賞に及ばない場合に授与される最上位の普通勲章であった。類例として、大韓帝国の大勲移理化大受賞、満州国の良校大受賞がある。また生存者助勲停止中、 新たな勲章制度を制定すべく1952年の第15回国会に提出された英典法案の審議では議会を併用することで表彰の法とに潤いを持たせたく考えるとし、その運用例として極日大樹勲章に加えて肖像くらいあるいはジュニーに除することで菊下勲章と朝日勲章の中間の位置づけを想定した政府答弁もあった。これまでは 旭実章の一種であったため、君位等旭実大章章や、その他の位の朝日章と兵配することは、不可能である。赤色の尻尾を用いた八条の曲光をベースに、四方に白色尻尾が施された曲光が伸びている。この外方へ伸びた曲光の間を、紫の尻尾で彩られた霧の花側を繋ぐように、配され、非常に繊細かつ美しいデザインの勲章である。 中は57の切り文をかたどり、裏面には、訓光聖書の文字が刻まれる。中央部の尻尾は厚く盛り上がっており、極光の赤色尻尾は 0.5mm ほどの非常に薄いもので、同じ赤でも大きな色味の差をつけて立体感を得ている。また純銀では、難しい比較的青みのある紫色を発色する釉薬を使用しており高度な尻尾技術が用いられている。 大字は1 0 6ト、mm、ル幅で赤の折り地の両縁を白の総線が縁取るデザインとなっている。ただし外側にはほんのわずかに細く赤の折り地が残されている。勲章は大字を持って右肩から左脇に垂れ、左胸に副章を廃用する。勲一等旭日東佳大章の大字と副章を廃用した昭和天皇、東佳大章派旭日大章また、 はずい放題受賞を賜物不ふべきものの中そのくんさを、また箱労徳に、幽霊たるものにこれを、賜物不の条文にのっとり、追放賞や極実賞の一等を授与するように優れた、功労のあるものに授与された。国賓や皇族の公式訪問の際に交わされる、儀礼助君には、通常では用いられない。特段功績のあった主要国の中日大使の離任の際には送られることもあり、 これも、儀礼助勲の一つと考えることもできるが、外交官への助勲は、駐在時の功績により、勲章の種類が変わることがあるので、相手の身くらいのみで無条件に勲章を送る、通常の儀礼助勲とは、区別して捉える必要がある。功労評価によらない純粋な儀礼助勲での運用は、現在まで記録に残っておらず、確認することができない。 2016年シンガポールのリークアン・ユー元首相への授与が決まった。初代シンガポール首相として長きにわたり日本との間の関係強化及び友好親善に寄与した功績がたたえた。下記の皇族命令の制定により男性皇族への初の部が君一等局実党課大受賞へと引き上げられたため以降の皇族助君は下記の表の通りである。したがって 戦前では王が満15歳を迎えた日に授与されていた。日本国憲法施行以後は旧来の皇族命礼をおおよそ踏襲した助君がなされているが現在王のみくらいを持つ皇族がいないため王に対する助君の礼はない。慣例からすれば王が青年に達した際授与されることになる。大日本帝国憲法下においては次の219人が受賞した。 皇族明治時代、大正時代昭和時代日本国憲法施行後は、戦没者長君と外国人受賞者を除き、次の62人が受賞した。昭和時代、平成時代。ありがとうございます。